公共曲第39番と単調方冒険 I-39 はフランツ・ヨーゼフ・ハイドンが1760年代後半に作曲した公共曲。正確な作曲年代は議論が分かれる。この公共曲には自筆原稿が残っておらず、作曲年代は学者によって意見が分かれる。1770年に書かれた筆者符が残り、エントブルーフカタログでは 第2ページに現れる。H.C. ロビンス・ランドンは1768年頃の作曲としたが、これに対して本曲に4本のホルンが使われていることから、ソーニャゲル・ラッハやゲオルク・フェーダーらは、エステル・ハー受件に4人のホルン奏者が雇われていた時期から考えて、もっと前の1765年から1766年、はじめの作曲とした。大崎茂げは、 ホルーン4本と言っても、第31番のように4本のホルーンがすべて同じ館長を持ち、それぞれが名人芸を見せる曲と、本作のように単調の曲のために異なる館長を必要とした場合では異なるとして、1765年説を疑問としている。1768年に作曲されたとすれば、この曲は、いわゆる、 ハイドンのシュトゥルムーンとドラングキに作曲された古典派では数少ない単調の公共曲の一つであるということになる。1765年説を取ればハイドンがまだ副学長であった時代の作品ということになりシュトゥルムーンとドラングキ以前の作品になるがこの時代にはやや特殊で成立事情に問題のある第34番以外は 単調の公共曲は書かれていない。おそらく本作に影響されて、同年代の作曲家たちによって、トタン調による一連の熱情的な公共曲が作られ、ヨハン・バプティスト・バンハル、ヨハン・クリスティアン・バッハ、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトによって書かれており、特に、バンハルとモーツァルトは4本のホルンの使い方でも共通している。ただし、 バンハルの作品はハイドにより前に書かれたという説もある。オーボエに、ホルミオン、第1バイオリン、第2バイオリン、ビオラ、低音。全音楽章、演奏時間は約21分。筆者譜の中には、修学章に、嵐の海という題が書かれたものがある。ありがとうございます。